Alrighty! Hey guys! Welcome back to Blue Reflection. Now we're gonna return in this thing here. Yeah, no matter where, you can't just talk to them. Right. Oh yeah, I do the same thing over and over again. Could have went with one of the other girls. What's the point in turning that bad off? She repeats stuff. Oh, I just noticed the teddy bear, the light blue one. What the hell? Hinako! Soroso, doushitano? The hell I'm here. Iikara chotto tsuite kite. どうしたの？いきなり。演劇の主役のこと。マオとオーディションで決め直すって聞いたけど。なんで？やりたくないの？そんなことないよ。じゃあどうして？私も西田さんもひなこにやってほしいと思ってたのに。We kind of forced her into it though, even though she took it.ひょっとしてまだ舞台に上がるの抵抗あるとか膝の怪我のこととか違うごめんでも怪我の話は関係ないよ私は今だって人魚姫の役やりたいと思ってる心からじゃあなんで今のまま魔王を無視して役を受けるわけにはいかないの少なくとも私のことをちゃんと認めてもらうまでは魔王と何かあったのあの子のフラグメントの中で見たものについてはか分かったとにかく負ける気はないってことねまたうじうじ悩んでるようなら葉っぱをかけてやろうと思ったけどその調子なら大丈夫そうねサラさん絶対勝ちなさいようんじゃあ別に何かするかなYeah, well, I'm confused.How she's gonna win against someone who's been doing this since forever. What are you doing, Tree? Hey, I just saw someone moving. Shit it. Nigga, look at you. Yeah, shut up! If I say something to you, she, that's all she gonna say something to you. You can't hear your bitch ass. Told you, shut the fuck up, Trudy. Why don't you be quiet and just sit on the toilet and take a dump and then die of exhaustion, you little bitch.I tell you that you need to talk. それじゃあ、オーディションを始めます。今回の候補者は2名。白井ひな子さんと皆川真央さん。まずは白井さんからお願いします。
はい。ひなちゃん、頑張って。ひなちゃん、しっかりね。王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフであなたの心臓を刺すしかない。思い人の血を私の足に塗りつけるしか。あなたが私を選んでくれなかったから。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺せない。さようなら愛しい人。私は泡となって全ての恋人たちを見守り続けましょう。すごい、なんか本当に王子様がいるみたい。じゃあ次は蜷川さん。あんな偉そうな態度で人魚姫の演技なんてできるのかな。魔女のおばあさんの方が向いてそうだよね。し、始まるよ。ん？どうしたのかな。蜷川さん？王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフであなたの心臓を刺すしかない。 Ooh, they have their own two different ways. あなたが私を選んでくれなかったから。何これ、私の演技と全然違う。こんな役作り、表現があるなんて。のみんなが釘付けになってる。飲み込まれそうなくらいレベルが違う。ユズ、どうしたの。なんか息が。ちょっと様子がおかしい。ひなちゃん、気をつけて。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺さない。さようなら愛しい人。私は泡となって全ての恋人たちを見守り続けましょう。空間が歪んでいく。フラグメント。Now, more. I like that bit. I keep saying it, but I like this bit. 感情が入り混じってる。互いに侵食し合って、輪郭がぼやけてる感じ。なんか。息苦しいよ。さっきと同じ雰囲気。気のせいかな。体がふわふわしてるようにも思えるんだけど。気のせいじゃないよ。マオちゃんのフラグメントが強すぎて、ライムたちの心も侵食されてる。このまま行くと、飲み込まれてあの子の精神の一部になっちゃうかも。そうなる前に
フラグメントを固定しないとね。今回失敗したら多分次はないよ。真央ちゃんのフラグメントを探そう、ひなちゃん。Ingo's like, whoa, what happened to make her do that though? Get away from me. There we go. White bling. It is really cool how it's different. Let's just think about it.Okay, we can make charm lipstick. Yes. Fix that up. Stop laughing at once. Yes, shut up, Miyazaki! Turn them all to bits, didn't you? あそこ、見て。真央ちゃんのフラグメントはきっとあの先だね。行こう。Where?激しい感じ。それだけ真央ちゃんのフラグメントの影響が大きいんだよ。ここまで来ると特に集中しなくても力の源がわかる。あそこ先に進もう。フラグメントを固定しなきゃ。うん、行こう。
っとあれが魔王のフラグメントだね。ひなちゃん、お願い。わかった。こないだはただ混乱してるだけで、ちゃんと魔王の心に向き合えなかった。今度はどんなものが見えても絶対飲まれない。最後主役はお前のものだ。よかったわね、マオ。また記者会見用の服を新調しないと。美容院の予約も入れておかなきゃね。お母さん、お父さん、マオのこと信じてたのに。信じてたからいろいろ相談したのに。裏切り者なんて死んじゃえばいいんだ。世界は悪意で満ちているなあ、マオ。マオはお父さんとお母さん、どっちについてくる？もちろんお父さんだよな。何言ってるの？お母さんよね。こいつがいれば金に困ることはない。絶対俺が手に入れてやる。この子は、魔王は金の卵を産む鶏、絶対に渡すものか。さあ、お父さんとお母さん、どっちについてくる？わー、wow. 人の悪意は決してなくなることはない。そういえば蜷川さん、最近主役少ないわよね。知らないの？あの子の親、娘を売り込むためにヤクザみたいな連中を雇ってたって話。ネットのニュースに出てたけど、本当なんだ。買収とか恐喝とかもやってたって聞いたけど。マジっぽいよ。警察沙汰になってスポンサーもつかなくなってるとか。で、当の両親は離婚して財産分与の裁判中って。どうやねん。なんだ、こいつ結局お金の力で役を取ってたからな。芸能人の知り合いができて自慢できるかと思ったけど。関わらない方がいいよね。関わらないようにしましょう。違う、私はただ演技が演じることが好きだっただけで。関わらないようにしましょう。悪意こそが人の本質。人間は悪意の中で悪意を撒き散らすことでしか生きていけない。善意で接しても裏切られるだけ。居場所が奪われていくだけ。それなら私は私のやり方で自分の世界を守る。悪意を全部飲み込む。悪意そのものになってあげる。 Ooh, I love you. Oh yeah. Not a romantic way, but I really like her. She's more than just like, oh, she's a bitch. していた
リカと香織の先輩。そうだ、バレエをやってる時もひどいこと言われたっけ。うまくいってる時は良かったけど、大事なコンクールで失敗した途端めちゃくちゃ。 Yeah, that tends to happen. 昨日まで応援してくれた人たちがコロッと手のひらを返してきて、なんだか意識が遠くなってきた。ごめん、みんな。すごく素敵だったよ。え？綺麗だった。背中に羽が生えてるみたいだった。なんであんなに高く飛べるの？誰かに支えてもらってるの？でも私、今日はジャンプ全然気にならなかったよ。ね、うん、ずっと見とれてたからわからなかった。これからも頑張って、いっぱい素敵な演技を見せてね。そう、人間は悪意だけじゃない。だって私の中にはこんなに温かな思い出がある。確かに悪意は誰の中にも存在する。でもそれを消し去るだけの力が善意にはあるんだ。そのことはここでの星の宮での毎日も教えてくれた。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える、一緒の時間が過ごせる。サナエ、昨日の俺みんなが行くとこならどこでも。千尋、確かに今日君と過ごした時間はとても興味深いものだった。今までになく。あ、そうか、これが楽しいという感情か。ユリ、人の心はいろいろ、その中には確かに悪意もある。だけどだからこそ悪意だけじゃなくて光があることもわかる。温かいみんなの思いがあるってわかるんだ。マオ、私はあなたの悪意を。戻ってきた。なるほど、そういうことか。いきなりオーディションなんて言い始めた理由がやっとわかったわ。趣味が悪いわね、人の心に土足で踏み込んでくるなんて。フラグメントのことを理解してる？何度もフラグメントに接触したから顧問での記憶が流れてきたのかも。そこについては言い訳する気はないよ。私は真央のことを理解したかったから。でどうだった？理解できた？バカどもに振り回された私の思いは、あんな連中を野放しにしちゃいけないってよく分かったでしょ。確かに真央が絶望する理由は分かる。人のことを信じられなくなる気持ちも。でもみんながみんな悪意だけを持ってるわけじゃない。完璧な善人はいない。でも完全な悪人もいない。魔王の考え方は一方的すぎる。だからみんなのことを信じろって？それこそ一方的すぎるでしょ。善人が一人でもいたら100万の悪人を信じろっていうの？
そうは言ってない。でも魔王は自分の経験だけで他の人を全部疑えって言ってるよ。芸能界と学校じゃそこにいる人の性格も考え方も生き方だって全然違うかもしれないのに。同じよ。誰も彼もみんな変わらない。私はそんなことないと思ってる。平行線ね。うん、平行線だね。で、どうするつもり？お互い相入れなくて歩み寄る。 Ooh, I like how she's hard to get. わからないけど、今のあなたを放ってはおけない。このまま魔王がみんなを傷つけ続けるのを見過ご。へえ、ご苦労なことね。でも人の心配をする前に自分の心配をした方がいいんじゃない？私の中身を全て知ってしまったあなたにこのまま平穏な学校生活を送らせると思ってる？ Shut up, bitch.